CD ドラマときめきメモリアル最後の夏休み第3話おまかせアシスタント。どっちを見ても水着あんな際どいやつ、もしもしおりが来てたら、やば、想像してた鼻血が。まあ直人くんたら。やあね男の子って。あら、どうしたの。こっちも鼻血だ。クラブハウスってどこかな。どこにいるのあいつ。曲は危ういシンメトリーでした。実はこの曲には僕苦い思い出があってね、初恋の女の子のために何度もリクエストしたんだ。結局振り向いてもらえなかったけどね。きらめき海岸のみんなも海岸のあちこちにあるリクエストボックスにリクエストカードを入れてくれよ。このきらめきステーション、みんなのリクエストにバンバン答えるから、メッセージを添えたカードをよろしくな。じゃあ次は小野さんからのリクエストで、友達というスタンス。なんだか私の知らないあいつがいるみたい。え？ああ、なんでもない。あら、あのガラスの中にいらっしゃる殿方、どこかで見たような気が。ああ、ヒロシだよ。あれがミニ FM のブースだな。へえ、あいつもあんな顔する時ってあるんだ。あ、笑ってやがる。あいつの笑顔なんて初めて見た。なんだ、気味悪いな。でも、幸運の層が出てるわ。よし、みんなで行ってみよう。ええ、さあ、朝比奈さんも行きましょう。なになに、さっき浜辺で出会った可愛い女の子にこの曲をリクエストしますか。よしよし、かけてやろうじゃないの。なんだよこいつ、小学生ませてるね。お前ら。やっ、どうぞ。こんにちは、東堂くん。悪いな、急に押しかけて。別に、いいけど。あのさ、何しに来たんだよ。何しにって。こんなところで知った顔に会えるなんて思ってなかったからさ、ちょっと挨拶に。だったらもう気が済んだろ。何よその言い方、超ムカつく。なんだよ、勝手に押しかけてきて勝手にムカつくな。何よ、別に用があって来たわけじゃないけどさ、学校サボって何やってるのかと思ったらこんなことだったんだ。こんなことだと。超たるいって感じ、今時ミニ FM だなんて。なんだと。この曲には僕の初恋の思い出があって、うわー、鳥肌もんだよね。サブサブ。邪魔する気ならさっさと帰れ。帰りますよ。おい、喧嘩するためにわざわざ途中下車したのか。でもこんな海岸で DJ だなんてかっこいいよね、憧れちゃうな。俺にもちょっとやらせてくれよ。ハロー、アイボルパーティー、バレバレだぜなんて。スイッチに触るな。悪い、つい手が当たっちゃってさ。何がついだ、冗談じゃない。ここは遊び場じゃないんだ。何も考えずにただ学校に行ってるだけのくせに。まあ許してやってくれよ。吉尾だって別に悪気があってやったわけじゃないんだし。どうせお前らと俺は違うんだ、関係ないんだよな。ヒロシ、何すんだよ。朝比奈さん、黙って聞いてれば超ムカつく。何も考えてないって、違うって何、関係ないって何よ。朝比奈さん、自分だけが特別だと思ってるの、もう超ムカつく。蝶々言うな、怒ってるのはお前に放送の邪魔された俺の方だからな、勝手に怒るな。知らないわよ、自分でもわからないけど腹が立つんだから。よ、どうしてこの二人が喧嘩してんだ。俺も今聞こうと思ってた。お二人ともお取り込み中ですが、一言よろしいでしょうか。何？お二人の喧嘩ですが、先ほどから外のスピーカーで海岸中に流れているようなのですけれども、よろしいのでしょうか。帰るわよベーカ。朝比奈さん、待って。じゃあ悪かったな、ヒロシ。じゃあ、ちょっと、悪かったな。ったく、
何なんだあいつ。人にバカって言うやつがバカなんだぞ。あ、これはあいつのセリフか。へえ、でも信じられないわ、朝比奈さんが男の子と喧嘩だなんて。でも私も見たかったな、バシッと短歌切ったとこ。それはそれは見事でしたよ、虹野さん、三木原さん。五七五七七の味噌一文字に花鳥風月を読み込んで。違うでしょ。あ、朝比奈さんのツッコミが甘い。どうしたのかな、なんだか元気ないみたいだけど。それにいたしましても、あんなにお怒りになった朝比奈さん、昨日初めて拝見いたしましたわ。ちょっとびっくりしてしまいました。ごめん、私先に帰る。あ、朝比奈さん、何かあったのかな。まさかお家でツッコミの鍛錬でもしていらっしゃるのかしら。絶対そうじゃないと思うけど。なんなのよ、なんなのよこれって。なんでよ、なんでこんなに気になるのよ、あいつの顔が、あのやつの顔が。でも初めて見たな、あいつが笑ってる顔なんて。あいつが DJ だって、初恋の思い出の曲だって、何言ってんだか。よし、決めた。きらめきガイアのみんな、夏真っ盛りだけどちゃんとエンジョイしてるかな。今年の夏は今年だけだからね、後悔しちゃダメだよ。まずは行動あるのみ。きっと未来は君のためにある、なんてね。ってことでユリ姉も今ここで DJ やっちゃってます。一度きらめき海岸の綺麗な海を見ながら喋ってみたかったんだ。みんなも声を語らいながらきらめきステーションを聞いてね。じゃあ次の曲は佐々木彩子のときめきのプリズム。うわぁ、長澤ゆりかさんがゲスト DJ に来てくれるなんて夢みたいです。あ、ほら、ほっぺたつねっても痛くない。私の方こそこのミニ FM 曲のファンだったの。突然 DJ やらせてなんてお邪魔だったかな。そんなことありません、光栄です。お邪魔だなんて。ひろし、なんだよ、また喧嘩売りに来たのかよ。その通り。あの、もしかして DJ の長澤ゆりかあさんですか。ええ、そうだけど。あー、超ハッピー。せやな、これだからミーハーは。あの、私ここのアシスタントになりました、朝比奈優子です、よろしく。アシスタントならアシスタントらしく。え、ちょっと待て、お前。私あなたのことずっと見てることに決めたから。え、あなたがどれだけ私たちと違うのか、学校なんてどうだっていいって言えるほどのものがここにあるのか確認させてもらうかんね。あのな、あ、私飲み物持ってきます。待っててね、ゆりね。あ、じゃない、長澤さん。はい。でんでんでん、ディリリリンディン。朝日奈、たくあいつ。かわいいアシスタントさんね、もしかして東堂くんの彼女。そんなんじゃありません、そんなんじゃ。かくして私の押しかけアシスタントは始まったのだった。いいこと、東堂ひろし、ずっと見てるからね。はい、お待たせしました。わあ、ついて、お前な。ごめんね。かわいいアシスタントさんね。脚本山田康則、監修ジュッキーヘネーデイ。今日のお題は愛知県の熊竹幸さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんだったらどんな形で親孝行したいですか。出演、朝比奈優子、鉄砲塚。なるべく電話をして、それから帰れるときはなるべく実家の方に帰ることかな。優子、東堂ひろし、高木。痛いな、詰めるな。そうですね、僕も高校生の時とかは、悪ガキでしたから、いろいろ迷惑はかけました。月並みなんですけども、
まあ両親に旅行かなんかプレゼントして、ね、真面目だろ今回は。いつまでもいるもんじゃないからみんな大事にしてね。おお、なんだすごいこと言ったな、ね、自分に感動してるな。そういうわけでした。渡る藤崎しおり、金月、たった1回でいいから嫁に行く、マミ。恵比寿谷純、尾形、心配かけるのも親孝行、めぐみ。11夜、めぐみ、コーダ、自分がすごくハッピーでいること、それからあの私もなるべく電話 します。そうしないと電話がかかってきて留守電に、マリちゃん今日はどこにいるのって留守電に残っているので、マリコそんなにいないのか。早乙女よしお、上田、金を渡して帰れっていう友人。セリザワ勝間、菊池、おねしょの癖を直す、まさみ。マリカは夏、久川、そうですね、スキーに今夢中なんで、カナダにでも連れてってあげたいなと思ってます。あや、虹の先、菅原、いつも元気に、はい、親孝行しますんで長生きしてください、幸子。親孝行どうしたの。三木原、めぐみ、栗原、ごめんなさい、ここで言うと期待すると思うんで一生親不孝です、三木子。館林、美春、菊池、なるべく早くお家に帰るようにします、志保。古式ゆかり、黒崎、5分のところに両親がいるので、毎日今日の夕飯は今から食べに行くからねと電話をして毎日ご飯を作ってもらうことかな、あや子。DJ、印税でお家でもプレゼントしたいもんだね。失礼しました、ゆりか。高見直人、小野坂、昔からの約束なんで、医者になってビルを建ててそこに住ましてあげるっていうことですかね。マサヤ、以上でお送りしました。